えー、速化塾の久保ですいつもロスジェネ世代の動画をご覧いただきましてありがとうございます。まあ多くの方は動画を見るというよりも、まあ、イヤホンで聴きながらねいろんな作業をされてると思います。えー、一応ね私ちょっと髪がボサボサなんでまだ帽子かぶらせてもらいますけども、えー、今回ねコメントをいただいてあ私と同じようなことをやっぱり考えてる部分があるんだなと思いまして非常にね私もこの何と言いますかコメントを読まさせてもらって、まあ、ちょっとねこの新しい 顔出しの動画でロスジェネシリーズを撮ろうかなと思ったわけなんですけどもまあいろんなことがね走馬とのように思い出されてくるって書かれてましたけども私も同じ気持ちで毎日ね思い出したことを話しているプラス今日は特にね自分が幼い頃とか10代の頃に、うん、見えてなかったこと、うん、例えばお父さんお母さんだって青春時代があってで20代の頃があったわけですよ。で当然ですけども 青春の真っ只中でまあ結婚したり就職をしたりで引っ越しをしたりとかね自分の暮らしを作り始めていたわけですよねで、20代っていうのはうん当時の人っていうのは本当家のためとか仕事のためとか社会のためとか子供のためっていう風な自分以外の人のために自分以外のもののためにやることが自分のアイデンティティだったと思いますし 周りりを見てても同じような活動していた人ばかりで個人的な趣味とかねちょっと高いネックレス買いましたとか同窓会があるから新しいドレス買いますみたいな人はまあいなかったわけなんですよね。背広を男性が買うとしたら昇進した時とかそれからネクタイを買う時っていうのはどっちかっていうとプレゼントで父の日にもらったとかなんかの記念日に奥さんから送ってもらったみたいなところでとにかく。 誰かにあげることはあったり誰かからもらうことはあっても自分のために何かをするってことはほとんどなかったんじゃないかなと思うんですよ。で私は当然ですけども10歳になるまで、まあ、母がね主に育っててくれたんですけども母だって20代とかですからねそれは自分の若かりし青春もあったしおしゃれもあったでしょうし趣味に走りたいところもあったりとか大人になったらこうしたいなああしたいなってものが全部あったと思うんですけどもそれをねかなぐりしてて。 化粧品も買わずに雑誌や芸能人を追いかけるでもなく情報もない中で立ち読みとかあとは情報収集って言ったたら、ら多分テレビぐらいしかなかなと思うんですよ。今はねテレビを見てる世代がまあいわゆるねダサいとかねまたテレビの見てんのとかいうふうに言う方もいますしそれは新しい価値観なんでしょうがないんでしょうけどもなんで私たちの親世代がテレビを見てるのかっていうと。 お金がかからないかららなないんですよねだって雑誌を買ったりとかそれこそまあ独特な情報を収集しようと思ったらお金が300円500円かかるわけですよだからそれを子どもたちとかにつぎ込んでくれて1円でも安くものを買うためにスーパーをチラシで比較したりとかねそういう20代を過ごしてくれたんですよね今の20代30代どうですかねお母さん世代。自自分分の青春女であるるを優先させる それは別に責められたことではありませんけども家計が余裕がなくてもそれをやっちゃったり子供を育てるのがね負担になるとか邪魔だみたいなことがあったりそれは男性の立場からも言えるんですけども家庭が負担だとかね家に帰ったら家族サービスがあるとかねなんか自分の自由な時間を家族のために使いたいと思って結婚したのかなと私は思うんですよ。もちろん計画通りにいかなかったこともあると思いますけども。 子供が生まれればどうなるかってことが分かっていて、それでも生命を守っていきたいという気持ちがあって、子供を育んでるんだと思うんですよね。なんかどっから私たちは間違えちゃったのかなと思うわけなんですよ。うんあの単純に解決策が見つかるわけではないと思うんで、同時に複雑な気持ちがするんですけども、私たちがね、 その10代の頃に何も見えてなくってただ親っていうだけで反発してみたただ大人っていうだけで先生っていうだけで反発してみたそんなわけの分かんないマグマが噴き出すような時代を過ごす中でも全てを受け取ってね受け入れて愛情で返してくれた人っていうのは誰もいなかったのかなっていうことなんですよ。きっと私たちは気づきにくかったけども本当に将来を案じてその時の 私たちのことを心配して身を投げうった方っていうのは結構いいたんんじゃないかなかと思うんですよね、うん、ここにも書いてましたけども自分の反骨精神がどうしても先立って素直にはなれませんでしたっていうのはまさに私も同じなんですよ。何の不満もないことが不満っていう、ね、わけの分かんない状態に私の場合は陥ってしまったりとかね。で今までの自分を振り返ってすっごく楽しい思い出とかもね苦い思い出も辛い記憶も全て必然でここに。 つながっていたのかなとロスジェネ世代ってのは急になったわけではないんですよ何回も私は選択肢を与えられてきたんですよ何回でもです何回でも自分で解決する方法を与えられていたんだけどもその時その時で先延ばししたりとか言い訳をしたりとかねごまかしてきたその結果が出てる部分もあるんじゃないかなと思うんですよ当然そういうロスジェネ世代ってものが出来上がってきた時に何らかの対策を打つ必要が社会ってものに あったかもしれませんけども、その社会も万能ではないわけですよ。基本的には、社会が誰かを応援するときに、その誰かっていうのは、どっちかの方向に向かうことが決まってないと、応援のしようがないんですよね。なんとなく進学した、なんとなく就職した人に、応援のしようがないわけですよ。ですので、私たちが、どこに向かうとしているのかっていうことを、今でもいいから決めないと、もう応援ができないですよ、誰もね。私も同じなんですけども、 まあ、あのビジネスやお金に対していろいろ悩みを持っている方がね相談に来てくださるんですけどもじゃあお金を稼ぎたいって言ってもいくら稼ぎたいんですかっていう時に具体的な金額が出ずに月収100万ぐらいですかねっていうわけなんですよ。で月収100万は結構だけどもその100万は毎月毎月入ってくるとして何にいくら使うんで100万が必要なんですかってことまでちょっと聞いてみるとここはないんですよ。で余ったら貯金になるわけですよね。話してみたらまあ使わない分は貯金すればいいじゃないか。 結局、その貯金振興が抜けてないっていうんですか。必要でない未来のお金のために今日もなんかエネルギーを傾けてしまうっていうアンバランスさに気づいてないっていうかね。じゃあ100万じゃなくても50万じゃダメなんですかいや、まあ50万でもいいかもしれませんね。30万はどうですかって ?30 万でもで、ね。いや、もっと言ったらプラス5万とかプラス10万今の暮らしに乗っかるだけでも世界がすごく広がるってことをまずね、噛み締めてもらって月収100万目指す人って プラス5万の月収が作れないわけですよでも月収プラス5万を目指す人っていうのは5万が作れて5万の次は10万ねって感じでちょっとずつ積み上げていけるんですよねその中で選択肢がまた分かれていってで月収100万じゃなくても幸せをつかめるゾーンがあプラスの35万だったなってことに気づいたらそこから今度時間を大切に人を大切にできるわけですよでそういったことをいろいろカウンセリングしながらやっていくともうちょっと考えてみる というところで新しい方向性をその方が見出すこともできるんですけどもこれが何が言いたいかっていうとねお金を稼ぐのは手段なんですよ目的はあなたがどっちに向かいたいんですかってこれが決まらない限りお金を稼ぐモチベーションは生まれな,いんですよなぜならそのお金っていうのがなくても大丈夫な日々を送ってるからなんですよ絶対に稼がないとやばいっていうところに来るとそれは目的が決まってるからそのお金が必要になってくると借金返済でもいいし将来こんなこと使いたいのにお金が全然足りないから早く稼ぎたい 50歳までにどうしてもこのお金がいるんだと思ったら逆算してじゃあ月にいくらいるんですかってことになりますから必要最小限の労力でその月収を実現するための方法が具体的に決まるんで具体的な指導ができるんですよねプラス5万とプラス100万というのは全然やり方が違いますから収入の上げ方としてはビジネスの構築と仕方はねまあそういうことをやっぱりねここで話してもしょうがないんで ちょっとコメントに戻ららせてもらいまます。すいません。ちょっと熱くなりましたね。うんでここにも書いてますけどもまだまだ人生を語る年ではありませんが私も人生を語る年ではありませんというかここ10年のことですら私自身に、ね、すごくなんかこう変化が激しくて10年前には私莫大な借金があったわけですよ。家庭もないし子供もないし何だったら自分の住まいすらなかったのが私の39歳40歳ですからね40歳からパソコンよっこらちょっと持ってきて1文字打つところから始めて 今ですからね、うん、で3年ぐらいで億っていう金額1億っていう金額に手が届いてそっからあすげえこの道だったら稼げるんだと思ったんですよ。それまでの就職するっていう道とかねなんか店をやるっていう道ではこの金額や時間の自由はもう得れないと思ったのがその時なんですよ。パソコンで場所を選ばず時間を選ばずできるしかも店舗をやってる時よりも多くの方に出会うことができるインターネットっていう空間。 これ以外にもう突破の道はないなって今は深く確信してます。あ、ちょっと消えちゃった。<laughs> で、コメントの方ね、続きで読まさせてもらいますけども。うん。えっ、ー、と、今まで思い返すことで不思議ですが今からどう生きるべきか光明が差した感じです。久保さんの動画どれも共感できて本当、えー、満載で最高。<laughs> ありがとうございます。 嬉しくなっっちゃったとも最後に書いいてますけどねいや私も嬉しいですよこうやってコメントいただくとねあのおそらくロスジェネ世代の私たちっていろんな世代の中で最も人数が多いんですよねロスジェネっていうくくりでいうと2,000万人いるそうなんですよ2,000万人の言ってみればロスジェネ仲間がいるんですよでも私たちはそのロスジェネの皆さんと つながり合って協力してるかっていうと多分ロスジェニオ世代で同じような思いを共感してる人多いはずなのに一人一人がね孤立の方に向かってるんですよ孤立の方にねで勉強するためには孤独でいることが大事って別のところでもお話ししましたけども孤立っていうのは孤独とはまた違うんですよね自分が一人ぼっちで寂しい思いをかみしめながら1年経っても3年経っても5年経ってもそこに居続けることこれが孤立なんですよ 孤独っていうのはね一人で望んでそこに行くんでよし一人になったぞやるぞってなってやることが決まるんですよね。人人がいいたらでできないことを一やる例えば資格を取る勉強も一人じゃないとできませんし、うん、そうですねまあスマホゲームだって一人しかできませんよね。私がこれのの撮影すするのも一人じゃなないいとできないんできよだから一人の時を選んでこうやってね隙間時間でバン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 やったり深夜に撮影をものすごくたくさんやるんですけども。一人じゃないと 自己成長の時間っていうのは与えられなくてそれで一人で修行したことを誰かとコミュニケーションするときに発揮するその繰り返しなんですよねだから人との関わりの中で成長する部分があると思いますけどもそれは人と関わってないときにどれだけ蓄積を自分の内側にしたかっていうところが人と関わったときに出てるのかなと言ってみればトレーニングと試合ですよ試合しっぱなしでは反省も改善もできないんですよ 試合で失敗したこととか自分よりも特技や強みを持った人に出会って打ちのめされたからこそその対戦相手の新しい技とか自分の知らないスキルを一人で解析するっていう時間が来るそれが勉強だと思うんですよねそうやってトレーニングと実践トレーニングと実践修行と試合修行と試合ってのを繰り返すからまあ向上していくのかなと孤立ってのはねその両方ないですから試合もないし 試合がないからといってトレーニングしてるわけでもなくてただ悶々としてるだけっていうねでね最後に私ねどうしても申し上げたいんだけども10年っったら人生って全然違ううものにできるような気がしませんかいや私は実際できたんで10年かからずにですけども今49歳ですけども40歳から始めたことで今の暮らしと私の資産は成り立ってるんですよ40歳からですよ40歳からメルカリで買ってきたクロームブックっていう万 4000円の中古のパソコンのスペックの低いやつを持ってきてそっから1億円ですからねだからスタートすんのにお金はほとんどかからない逆に言うとお金がかからないことの中で挑戦できるものが山ほどあるんでそっから始めるべきだと思いますもちろんね100億1000億稼ごうと思ったらイーロン・マスクとかサ正スになろうと思ったら元金ゼロではダメですよでも月収50万なり100万程度なら 元金が全くかかかららない状態からスタートして達成できます今はその方法が山ほどあって私も知ってますしね私も知ってるし皆さんのスマホで検索すればその方法は山と出てきますただその方法を自分が扱えるかどうか扱えるまでできるかどうかなんですよ扱えるまでに1年かかる人もいれば3年かかる人もいますでもそれは、うん、必ずできます、うん、あの義務教育さえクリアしてればね ましてや大学なんて出てればこれはもうできます皆さんできます自分ができないっていうふうに自分で暗示をかけちゃってるんだと思うんですよやってみましたかってことなんですよね私ですらまだ10年未満です10年未満であらゆる資産と時間は築きましたけどもでも10年もやってないんですよなんなら最初の3年ですからね40歳から始めて43歳まででたった一人でパソコン一台で どどっかの怪しいい宣伝モークじゃないですけども1億万これによって払ってない税金を払いずっと溜め込んでいた借金を払いそして一戸建てを買うお金を賄ったとこの3発で全部一丁上がりでした全部をチャラにしました40年の負債全てをチャラにして40歳から43歳まででこの今49歳の足がかりをつかんだんですね私ができたからみんなできるだろうっていうことを言いたいわけじゃないですただ 最初の一歩ってのは何も刻めなかったぐらい無力だったと思いますこれ私もねなんて言いますかね薄い紙薄い紙があるでしょ薄い紙がこの紙は1枚では簡単に破れちゃうんですよでもこれを1000枚2000枚と重ねていくと電話帳みたいに銃弾すらせき止めることができるんですよねだからきっと日々の暮らしってそういうもんじゃないかなと思うんですよ 他の動画でももお話しましまたけども腕立て姿を1回やっただけではオリンピックには出れませんけどもオリンピック選手はその無意味である1回を何回も繰り返してきて1万回10万回とやってきてあの筋力と栄光を手にしていると思うんですよね。じゃあ私たちは人のことを羨むよりもね自分の状況をひがむよりも1万回2万回と一心不乱にやったことがあったのかなってことなんですよ。おそらくねどのの道にに進むのにも 10年かけたらプロにはなれると思うんですよね今40代50代の方10年かけてプロになれるんだったら全てをチャラにできるんだったら十分お釣りが来るんじゃないかなと思うんですよいや逆に今の状況を10年繰り返して何か突破口が見出せるのかって言ったら私はちょっと見つからないんですよねここら辺で腹をくくってもいいんじゃないかなと思いますそれではありがとうございましたこれからもロッチェシリーズお楽しみに